じゃこんにちは。はい、さあ豊さん、なんだ今日日本シリーズ今夜なあ4戦目ですけれども、まあ、ここまでオリックスが2勝1敗、まあ、阪神が、はい、1勝2敗というところで、はい、まあちょっとあの初戦、まあ、はい、うん、あのね、3戦見て、はい、まあ初戦はな、山本に対して、はい、まあ、打ち崩したという、うん、もう7失点そうです、ね、山本がだからびっくりするぐらいこうな調子よく入ったけども、はい、まあ、宮城、はい、昨日の東、東、はい、ちょっとやられたんだけども全体的に見てやっぱ経験って大切だなと思うことは多かったな。そう、やっぱり日本シリーズ今回まあ3年連続オリックスはで昨年の日本一、はい、やっぱねただもんじゃないよ。それはその戦い方なんですか。そう、ただものではないっていうのは戦い方もそうだけどもしたたかさ、したたかさ、あっていうのを感じる。ああ、そうなんですね。で、オリックスの方がいや阪神は強いからって、うん、で甲子園もついてるしファンもすごいと、うん、なんかこう謙虚さを感じるんだよね、うん、で阪神に謙虚さっていうのは感じないかって言ったら感じるんだけども、まあ、だけども、まあ、俺たちはテリーグの覇者だみたいな、はい、まあ、そういうところがあるかなって。胸を借りるという状態じゃなくて、うん、なんかこうがっぷり四つに組みたいっていうような、うん、そんな感じがするんだけども、はい、でもそこにはなんかすごく経験値っていうものをもろ感じたな。あ、そうなんですね。その最たるもんがさ、小畑、はい、のポンと出て何でもないのをトンネルしてるんだよ、はい、うん、それも低い頃じゃなくて、うん、ハーフバンド気味のやつをトンネルしてるとか、うん、まあ若いからしょうがないって言ってても、はい、それはもう日本シリーズ戦ってるわけだから、うん、まあ、そんなこと言えないし、うん、で昨日の島田盗塁に出てきて力み倒してやっぱスタート切れないんだよ。だからここら辺はね、だから岡田監督もこれはね走れないと思ってバントに切り替えて得点圏に送ったけど、やっぱ全体的なそのやっぱ経験値というかそういうものがオリックスよりはないのは確かだよね。そうですね。でもこの俺が最初に冒頭に冒頭っていうか前の動画で今の子って経験値って大事なのかなって、うん、今もうなんかその舞台を楽しんでのびのびやるんじゃないかなって思ってたんだけど全然やっぱ違うな。違うやっぱみんなに硬さがある。あ、そうなんですね。阪神は硬さがあるな。いや、阪神の方が例えば足だったりとか仕掛けたりとか動いてくるのかな、エンドランとか、うん、昨日の試合なんかは逆にオリックスがエンドランかけたりとか。いや、後手に回ってる。ああ、うん、そうなんですね、うん、まあ、頓宮のホームランなんかも、はい、チェンジアップ、ツーシームかなんかで全くタイミング合わないのに空振りしてて、バッターの心理からするとインサイドに来るのか、緩急を使われてね、インサイドまっすぐ速い球が来るのか、それとももう一球抜くのか、うん、外のまっすぐなんかあんま想像できないんだよ。あ、そうなんです。だから坂本のリードっていうのは俺は間違いじゃないし、うん、まあ、投げてるボールっていうのは若干甘くはなってるけど、でもそれでも打ち取れるボールだったと思うんだけど、うん、やっぱねパ・リーグのバッターって、うん、基本というかそういうものを崩さない。まっすぐに合わしといて、いやもうチェンジアップで空振りしようが、うん、それはなんとか当てて逃げるみたいな、うん、ああ見事だったな。ああいうのを見せられるとやっぱ質は高いよ。あ、オリックス、パ・リーグの打者たちってことですよね。宗が打ったのなんかも、はい、外のスライダー本当にいいところを投げてんだけど、これを見切ったのか手が出なかったのかっていうのは分からないけども、うん、見切ったとしたらすごいな。そしたらね次森が待ってんだよ、はい、で満塁で森嫌だからあれは甘くなって仕方ないよ。そうです、次の球ですよね。宗で勝負するしかなかったんだよ。逆にあの伊藤将司投手もあの宗選手が見送った球、あそこストライクのコールが上がってくれるかなっていう思いって、いやあれストライクボールでだいぶ変わったよゲームは。そうですよね、あのゲームは変わったけど、うん、でもあの終始やっぱ取ってないんだよね、うんうん、審判だからあれはストライクとも言えないんだよ、はあ、終始取ってないわけだから、はい、だからこれはしょうがない、審判の、うん、なんていうの癖みたいなのもあるしね、はい、宗が甘いボールを的確に捉えたっていうのもすごいしな。そうです、ね、で森の存在のでかさっていうのもやっぱあるしありますよね、うん、だからなんていうのかな、
ちょっと怖がり出してきてるかなという、うん、あと坂本が迷い出してるかなっていうね、配球に対してですね、まあ、だから自分がよしと思った配球を打たれてるわけだし、で森をと思って、あそこはねやっぱねインサイドに行きにくいんだよね、ピッチャーとしたら多分、はい、やっぱもう一回外のまっすぐでもスライダーでもよかったような気もするんだけど、でもそれも間違いではないんだよ、はい、でもことごとくなんか裏目に出てるという、うん、で向こうは若月と森とで併用してるでしょ、キャッチャーを、はい、でやっぱ阪神は坂本一択なんだよ、だから坂本が迷い出したらこのシリーズ終わっちゃうんだよ、そこキーですね、いやポイントなんだよ、だからここら辺はもう一度やっぱ頭をクリアにして、はい、データをもう一回洗い直してなんかこうすっきりした状態で、うん、やっぱこうゲームに入っていかないと、坂本の顔が1戦目2戦目3戦目と表情が全然違うもん、あ、そうなんですね、やっぱ3戦目っていうのは少し悩みっていうかちょっと暗くなってるよね、うん、ただし行くタイミングだとかピッチャーに声をかけるタイミングだとか、はい、そういうものっていうのは素晴らしくいいタイミングでは行ってんだよ、うん、でもそれはピッチャーに行ってるんじゃなくて自分を落ち着かせるために行ってるように、1戦目は完全に2戦目とかも、はい、完全にピッチャーを落ち着かせるためにとか思ってたけど、うん、3戦目の様相は違ったな、あ、だからここら辺はねやっぱ地に足をつけて、はい、やっぱ戦わないといけないということです、ね、そうですよね、ま、とはいえ昨日の試合その1点差まで追い上げていっていますし、はい、総安打数も阪神とオリックスって、ま、昨日そう変わらない、うん、ってなると、じゃあ今日の戦い、ま、阪神が五分に戻すにはどういう戦い、いやもうそれはね、五分に戻すんだったら佐伯が先発でしょ、はい、佐伯がしっかり抑えるということだよ、でも佐伯はクライマックスシリーズも投げてないんだよ、そうなんですよね、だからで登板間隔がものすごい空いてるんだよ、うん、で山崎幸也っていうのはもう経験済みだし、はい、ね、そうなってくるとやっぱここでもやっぱ経験値がどう出るかっていうのがちょっと心配だしね、そうです、まあ、最近の立ち上がり、うん、1回2回まですっと立ち上がれれば、はい、そう接戦したいいゲームになるし、うん、どちらかというと阪神寄りのペースにはなってくると思うんだよ、うん、で山崎幸也もピシッと抑えるんじゃなくて打たれながら抑えていくピッチャーだから、うん、はい、そのポイントさえこう掴んでいけば阪神ペースにはなると思うんだよね、うんうん、だけどもう負けれないからね、大手かけられると厳しくなるよこれは、そうですよね、うん、そうなんですよね、ただその例えばベテランの西勇輝投手だったりとか、今シーズン絶好調の伊藤将司投手、村上とかね、はい、とかが例えばその一塁への悪送球、悪送球というか牽制悪送球だったり、あと昨日の、まあ、バント処理の二塁への悪送球だったり、あのバント処理もね、はい、1球目にねものすごいチャージをかけてるわけよ、ね、本当はやっぱそれでストライク取っとかなきゃいけないの、でボールになったでしょ、押したらねもう2球目引けないんだよ、バスターがあるかもわからないから、はい、で自分が処理をしなきゃいけない、うん、ね、やっぱそこも伊藤将司って本来うまいピッチャーなんだよ、うん、ね、フィールディングが、だけどああいうことが起きるっていうのがやっぱり日本シリーズだし、はい、やっぱ自分がやっぱこう1球目ストライク投げれなかったってい こうミスみたいなことも考えられるし、うん、だからあれはシフト引いてボールにしろっていうサインだったかもしれないよ、シフトを一回見せろって、はい、そしたら相手の作戦が変わるかもわからない、うん、でも変わらないよね、そうですね、だって打席に立ってないんだもん、確かに、だからもうバントするしかなかったんだと思うんだけども、うん、だからああいうところでやっぱこうミスが出てしまうというね、うん、そうなんですよ、だからあそこで冷静に考えると、まあ、胸が当たってない、うん、ね、伊藤もあの東に送られてても2アウトだったら中川を避けても宗と勝負ができるっていうふうに考えとけば、はい、まだ心の余裕があるから結果は違ったと思うんだよな、やっぱ焦りとかっていうのがちょっと出てしまったっていう、まあまあそうだね、でもオリックスの方も誤算なんだよ、東がランナーに出たっていうの、ああそうですよね、ピッチャーがそうですよね、それで宗のお前長打でチョークホームインしてるんだから、確かに、いやこれはパ・リーグでないことだから、そうですよ、ね、打席に立って
塁に出て走って帰ってくるなんて。そうですよね。で走って帰ってくると点が入ったからピョン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 取り上げられてたけどいやいやお前休めっていうような。そうですよね、うん、ちょっと落ち着け落ち着けみたいな、うん、でもその後5回に捉えられるかなと思ったら、うん、やっぱ大したもんだな、シーズン負けてないピッチャーって。本当そうですね、練習中あのちょっとばらつきはあったんだけど、やっぱそこで自分をコントロールしていったよね。だから見事だったなと思うんだけど。そうですね。あとあのオリックスの打順というかスタメンがやっぱ日替わりでいい選手を使ってくる、はい、で阪神のオーダーっていうのはもう分かってる最初からとなると、ね、昨日ね森下が多分打たなかったら今日から変えてきたと思うんだけど、はい、森下がいい感じにはなってきてるよね。はい、あとはやっぱりこう大山里輝だよ。そうですね、うん、ただね近本とか一戦目の印象で中野って言ってたけど、中野のバッティングがちょうど落ちてるな今。そうなんですよね、うん、だからここら辺をやっぱどう立て直していくのか、うん、まあ、ここら辺は一つのやっぱポイントだとは思うけども、ね、あとはじゃあ阪神バッテリーは今日のオリックス打線スタメンをどういうふうにこう抑えていけばいいですか。まずマークするのはやっぱり森選手。もう森はねどんなピッチャーでもマークしなきゃいけない。やっぱね状態が上がってきてるのが頓宮だよな。ああそうですね。だからここが厄介だよ、うんうん、だからやっぱこう 1,2 番中川宗、はい、ここら辺を出さないっていうことだよね、うん、森には打たれても、はい、でもツーベースだったら歩かしてもいいから臭いとこ行って、うん、で5番で勝負とか、はい、昨日はゴンザレスが打ったけども、はい、まあ、今日はどう誰が来るのかわからないしね。そうなんですよね。で杉本は練習再開してるし、はい、だからここら辺がねやっぱこうカメレオンというかさ、そうなんです、いろんな色を持ってるというかさ、はい、変化ができるっていうね、うん、だからここら辺がやっぱオリックスの柔軟性と強みだよね。ですよね、うん、あと試合がどうしてもその4回5回に非常に得点が入る両チームともっていうのが多いので、この4回5回っていうのを、まあ、両チーム どういうふうに、特に阪神今日勝っていかなきゃいけないとなると、阪神はね2回り目ぐらいから1打席目の情報を自分の情報を当ててきて、それが当たってきてたんだよね、はい、だ昨日は当たらなかったんだよ、うんうん、これなぜかというとやっぱツーシームがめちゃくちゃ良かったんだよ東の。で近本立ち上がり3球三振食らったんだよ、はい、素晴らしいボールで、うん、うわこのボールなんだって言ったらスプリットだって。スプリットがめちゃくちゃ落ちるんだよ、いい変化をして、はい、あこれは苦労するなと思って、うん、そしたら一回りした後からスライダーカーブを多くしたんだよ、変えてきた、ね、若月が、はい、だからここら辺のクレーバーさもあるなそうです、ね、だからいい球を下げ取っとくんだよ、後に見せといて取っといてみたいな。ということは今日は山崎幸也投手ですけれども、まあ、キャッチャー誰になるかまだ今の時点では分からないですが、どう崩していけばいいですか。いやだからその若月のリードっていうのは大体分かり出してきてるんだよね、はい、だけど今日森が被るとまたちょっと違うんだよ。だからこの変化がやっぱオリックスの強さなんだと思う。それにどう岡田阪神が対応していくか。やっぱね一番はねやっぱ仕掛けだな。仕掛けないとダメだ。だから昨日でも坂本島田が走れない、うん、バント行ったけど、はい、もう一か八かでいいから、はい、あそこはねもう島田があれだけ走りたがってて走れない、力み倒して、うん、でそしたらもうまっすぐしか大体来ないんだよ。追い込んでからフォークかなと思ったんだけど、はい、あれはツーボールワンストライクから、うん、だから一球でもいいからちょエンドランかけるとか良かったかなっていう風に。でもまあ監督としたらやっぱあと1点だし得点圏に確実にっていう風にね、まあ、思うのはもう仕方ないことだと思うんだけども、はい、あそこら辺でやっぱこうエンドランをかけてると、まあ、坂本もヒット打ってたし、はい、いい感じで昨日はねバッティング打席に立ってたから、うん、まあ良かったかなと思うけどな。ですよ。だから島田ランナーでフォークが来たらもうね空振りでもいいんだよ、うん、だいたいセーフになるから、はい、あのワンバットとかね走っとけば、まっすぐだったら当てれるだろう、うん、そしたら当てたらなんとかなるんじゃないかっていうことも考えたし、うん、やっぱね阪神はマウント取って野球をやらないと劣勢に立った時には動けなくなる、うん、シーズン中からそうだけども、うん、やっぱね少しでも一歩でも先行ってゲームを支配できてたら、はい、やっぱその試合っていうのは強く感じるよ、うん、阪神は、うん、でもね一歩でも引いてしまうと、はい、やっぱね普通のチームになってしまう。うーん、だからいかにマウンドを取っていくかだよ。
そうですね、もう先手先手ですよね、うん、昨日はね後手後手に回ってんだよね。だから仕掛けようと思う前に向こうが仕掛けられたりだとか、そうでしたね、それが成功してなんかちょっと後手引いちゃったとかさ、はい、だから、うん、岡田監督も迷ってると思うよ、あの岡田監督が、うん、あの切れ味の上にスパースパースパーっていく岡田監督が、あ、一球やり損ねたとかね、あ、ストライクになっちゃったとか、うん、あるんだよ。次のボールがボールになったらエンドライン行こうかとか、はい、次ボールだったらなんていうの、盗塁仕掛けようかとか、うん、そういうのがね裏に出てるような感じがする。昨日はまさにそれだったんですね。そうだね。で、近本が初球走ったのも、はい、あれ普通だったら、うん、森下の時だったでしょ、はい、変化球から入ってくるんだよね、あ、森下には、はい、今までそうだったの、はい、でもあの時はまっすぐから入ってきてるんだよ、はい、ほんで近本をピシャーっと刺したでしょ、はい、若月が。だからいいキャッチャーだな若月ってよく見てるんですね。よく見てるし、やっぱそのひ弱な感じがするけどしたたかだな、うん、若月って、うん、そうですね、うん、だから若月との勝負になってきてる可能性はある。阪神対若月保守っていうことですね、うん、ただ森が変わるとまた違うしな。いや、それがね本当に厄介で、もだからもう引っかき回されちゃいますよね。そう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 、うん、だからまあ今日は球威的にはそんなビシッていうよりも、はい、三振っていうよりもやっぱ打たして取ってくるタイプのピッチャーだから、はい、まあ、勝機はあるよな、うん、はい、と思うんだよ。だから1本出るか出ないか、はい、まあ、昨日のその大山が平野と対戦した時のような、はい、まあ、ああいうところで1本が出るか出ないか。まあ、平野の度胸あるなあ。最後の球行きましたね。いや、先頭フォアボールねえ、そうですよ、そっから、うん、でラインドヒットでセカンド行って、はい、ね、中野のあのインサイドのまっすぐなんか、うん、あれもねフォークで本当だったら行くんだよ、はい、だけどほとんどの選手があの低めのフォークを見逃されてるんだよね、うん、だからインサイドに持ってった、はい、間違えたら怖いよ。あ、そうですよね。だってインサイドがシュート回転して一つ甘くなったら中野がヒットゾーンに入ってくるから、はい、あそこ投げ切る度胸だな。いや、すごい。で最後あの大山選手にインコース落ちる、うん、あれはね、はい、やっぱ4番としてのプライドと抑えのエースとしてのプライドの最後の一球だと思うよ。大山が5回、6回、7回ぐらいに、はい、あのケースで打席に立ってたら、うん、多分大山見逃してるよ。ああ、そう、あ、ちゃんと見切ってくるってことですね。でもね、最後はやっぱね、大山を打ちに行って、うん、4番の責任を果たそうとしてるな、うん、これはね、なんか男同士の戦いっていうか、うん、だからまあ打たれたけども大山が振りに行ったっていうのは俺は評価するし、はい、平野が投げ切ったっていうのもやっぱさすがだなって。そうですね、フラフラしながらも最後の1点やらんなっていうふうには感じた。しかもSNS では平野投手を後ろに持っていったのがオリックス時代の岡田監督だったっていう皮肉にも、まあ、まあそうだなそういうのも話題になってたりとか。ただあれから何年経ってものすごいいい経験を積んで、うん、ね、球は中継ぎ陣で一番遅いと思うよ、うん、球威的には。だけど精神的にやっぱ崩れない。いや、タフですね。いや、タフだし失敗がいい肥やしになってるよ、うん、だからひるんでもダメだ。だから、まあ、津田恒美というね、はい、弱気は最大の敵って絶対弱気になんないよね、うん、あのピッチャーは、はい、もう相当な精神力があるよ。そうですね、まあ、東もね、まあ、そうでしたね。昨日また連勝伸ばしましたけど、だからそれを上回るには一番いいのは勝算を持って戦う。最初にミーティングで勝算を並べる、はい、でもその勝算を与えたけどもどういう不安があるのか、うん、その勝算の中には。でもそれも払拭させる、はい、そしたらこうやったら絶対勝てるっていうふうにみんなに浸透させたら勢いは出てくる。まあ、マインドコントロールではないですけれども、そういう精神的な面で払拭を取っ払うってことです、うん、精神的なもんじゃないよ、うん、やっぱデータ的なもんその方が加味してるから、
だからこうやったら絶対勝てる、うん、でもこうやったら絶対負けるよって、あだからここだけはやらないと思って、うん、でも勝算は与えてるけどこういう不安は残ると、うん、でもこの不安はこうやったら取れるから、うん、ね、そしたら勝ちしかないって、はい、思って戦えば勢いは出る、ここからでもいける、うん、だからそこが今阪神には大事なことだと思う。もうミーティングですね、これは。まあ、ミーティングだし、やっぱデータを与えながら、うん、やっぱ勝算を見つける、うん、でその勝算を持って戦うという、うん、これが一番いい。で勝算が最初の初回とか2回とかに はまってくると勢いが出てくるから、うん、だからそこら辺をどう背中を押してあげるか、選手たちの、はい、だからここに、うん、かかってるかなというふうに思う。そうですよね、あの岡田監督も昨日あの1点差まで追い上げたので、その明日につながる、まあ、いわゆる今日につながる負け方だったっていうふうにはおっしゃってたので、無打線のメール、それはね、指揮官としては言わなきゃいけない言葉なんで、まあ、それそうです、ね、負けは負けなんだよ、はい、でまた新しい戦いが待ってるから、うん、はい、この勢いが山崎福也によって全く違うピッチャーだから、うん、またピターンと止まるかもわからないし、そうですよね、だから今日は今日での勝算を与えなきゃダメだということ。そういうことなんですね、うん、いや本当にこれね、オリックスが今日勝ってしまうと王手かかってしまうので、まあ、そうだな、はい、阪神は何が何でもやはり今日勝たないとっていうところが出てくるので、うん、まあそうだね、はい、うん、まあ、勝たないと、うん、いや本当に王手かけられるともう相手は田島いる、はい、ね、山本いる、宮城いる、はい、ね、このピッチャーが3イニングずつ投げたら打てないぞ、ちょっと厳しいですね、まとまってきたら、はい、いやだから今日の一戦というのは、うん、すごく大きな一戦だよね。ですよね、うん、だから坂本選手と今日は才木投手のバッテリーなんですけど、はいはい、その坂本投手が迷いなくいけるかどうか、まあそうだね、うん、だから経験値があるだけにな、やっぱ、うん、やっぱ度胸が座ってるわオリックスは。そう、やっぱ上手だったんですね。やっぱり、ね、その経験というのは生きるよね。そうですよ、無駄ではない、うん、だからその経験値の違いが昨日は出てしまったから、それをどうやって埋めていくか、うん、今日、はい、ね、まあ、3試合経験したわけだからもう、はい、それは経験値に変えて、うん、今日戦ってほしいと思うね。はい、はい。